やっと来たはい、とリもチャンネル始めていきたいと思います。4月21日金曜日。はい。とうとうね、待ちに待ったね、えー、ものが検討に入りました。はい、それはな、うんで何かと申しますと、えー、デジタル円ね、デジタル円の検討が開始されましたということで、法鉄化の円を電子データ化した、えー、デジタル円について発行の実現性を検討する有識者会議の初会合が開かれたということで、 はい。とうとうきました。デジタル円をね、導入した場合は、今のキャッシュレスと同じような使い方になるのではと言われておりますと。で、今ね、私たちが今ね、キャッシュレスで使う電子マネーは、日本円をベースに企業が発行したもの。それに対してデジタル円は通貨そのものですということで、 えー、電子マネーは運営企業が破綻したらなくなる、ね、リスクがありますがデジタル円は国がなくならない限り使えると、まあ、国の、ね、保証という安心感があるということですねはいで新たにデジタル円ができた場合のメリットは何かというとキャッシュレス決済などの企業側が負担する手数料がなくなるということでようやく来ましたねなんで今まで民間にやらせてたんだとねもう声を高らかにね えー、このトリマンチャンネルでもね、えー、愚痴りまくってましたけれども、えー、ようやくね、国が動くということでね、もうすべてね、もう今の民間がやってるやつをね、えー、駆逐してほしいなとね、えー、思っております。はいで、えー、キャッシュレスね、まあ、手数料がなくなる可能性があるとで、またお金の動きが把握しやすくなり、脱税やマネーロンダリングなどの金融犯罪防止につ、え、な、ー、がるのではないかと。 えー、まあ、それから、現金をね、金庫で保管するなどのセキュリティコストがかからないことを挙げられております。ということでね。はい。えー、というわけでね、えー、ついに、ね、待ちに待った、まあ、我々ね、まあ、特に飲食店経営者ね、えー、まあまあ、だけではないですけどね。まあ、うちらの業界でもね、もう、ね、流行りやまいかで、しれっとね、えー、高い手数料をね、払わされる仕組みにね、飲み込まれてる業界ですけれども、 えー、ようやくね、まあ、それがね、手数料ゼロにね、ね、えー、やっぱ日本,日本銀行、えーに、日本銀行県,県内に、ね、市、えーえー、にまたね、えー、実験を戻る,戻るというような、ね、流れに、えー、それで手数料が、ね、ゼロになるという、ね、流れに、えーまあ、検討が始まりましたよという話なので、まあ、逆に言ったら今までのキャッシュレス、ねえー、手数料を取ってたところは、 どうなるのかなというまあそちらの方は多分ポイントがあるから使われるんでしょうねええー、かたや多分日本ねデジタル円の場合はポイントとかが付かないパターンじゃないかなと思いますので、まあ、ポイント付かない代わりにえーね、企業側お店とかが払う手数料はないよというような形になるんじゃないかなと思ったりするので意外と共存するのかなと思いながらですね えー、思ってみたりしますポイントが欲しい人はね、PayPay、えー、ペイペイ使ったり、えーね、クレジットカード使ったり、ねえー、すればいいですし、えーねまあ、ただね、お店の、まあ、一番いいのは本当にお店がね、負担する手数料がゼロになるというね、この可能性がありますよというのはね、一番、あのー、朗報ではないかなと思います。もう今ね、流行り病が終わっても、えー、まだ未だにね、居酒屋業界はね、 えー、苦しんでるお店がね、えー、多々あると思いますけれども、まあ、その中で、ね、追い打ちをかけて、しれっと、ね、浸透したこのキャッシュレス決済、ねえー、のせいでねその手数料で上乗せしてね、えー、苦しみが上乗,せ上乗せされておりますので、えーまあ、その辺もね、えー、デジタル円が導入されればね、えー、緩和されると思いますので、まあ、非常に業界的にはね、えー、大歓迎ではないでしょうかということですね。 まあ、脱税とかをね、考えてる方にとってはね、えー、まあ、現金が使えなくなるというのは困るんでしょうけれどもね、まあ、普通に、えー、真面目にやってるとこだったらね、まあ、別に関係ねえかという感じだと思いますけれどもね。はい、というわけで、えー、ね、やっときましたよと、待ってましたと、ね、さっさと始めてくださいやと、ね、いうことで、えー、期待しておりますと、ね、これは検討だけじゃなくてね、前、はい、チッと、えー、速攻ね、始めてほしいなと思うね。 案件でございい、ましたはい、で今日ですけどもねあの、金曜日でご予約いただいておりまして、今日ね、嬉しかったのはですね、あのご来店ね、くださったお客様の中でね、まあ、新卒のね新社会人の方がね、えー、ご来店くださいましてねあ、ようやくうちもね、新社会人の方がね飲みに来ていただけたなと思ってね、えー、めちゃめちゃ嬉しかったというのがね、まあ、今日一番嬉しかったことですね。で全体的に、えー、若いお客様がね、えー、ご来店くださいましてね、 えー、本当にね、えー、なんか若い方がねご来店くださると本当にね、あのー、未来をね、えー、未来が見えますのでね、えー、まだまだ頑張っていこうという気になりますのでいや本当にね、あのー、力をねパワーをいただきましたと、ね、いう感じでございましたでまあね、あのー、座敷の方はね、あのー、先輩方がね、えー、職場の皆様ね、えー、連れてきてくださいまして、ね、がっつりやってくださいまして、えー、で終わってみたらですね えー、今日も炸裂、えー、で終了ということでね、久しぶりの、えー、2連勝ということでねいや、本当に非常にね、ありがたかったですということで、ね。本当にありがとうございました。という感じでございました。はい。ということでね、ついにやってきましたね、デジタル円、ね、そして、えー、手数料無料、えーね、国がやってくれるのが一番いいのに、なんで今まで民間だったのかなっていうのはね、本当にずっと愚痴ってましたけれども、えー、ね ようやく来たかとまだ検討段階ですけどね、まあ、導入までに数年かかるかもしれませんけれどもね、えー、2025年かな、新冊ね、渋沢栄一さんがデビューしますけれどもね、もうデビューしなくてもいいから、デジタル円にね、えー、切り替えてもいいんじゃないかなと、えー、個人的にはね、思ってみますと、えー、いうことで、えー、ねこんなこと話しておりますけれども、うちはずっとね、日本銀行券のみでね営業しておりますので、えー、まあ、えー ね、キャッシュレスが嫌とかじゃなくてね、まあ、手数料が嫌なだけなので、えー、本当にね、まあ、その苦しみからね解放されるデジタル円をね、慢性という感じでございますので、えー、早くね、導入してほしいなと思っております。はい。というわけで、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします、はい。終わります。